中野経済新聞杉山です。8月25日と26日、地下鉄丸の内線中野新橋駅近くの川島商店街で川島夜店市が行われました。夏の終わりの風物詩として毎年恒例の同商店街の最大イベント、今回で50回目を迎えております。スタメン、君のフェイバリット、未来新星、スターライト、遊びと思い出の選手、元祖選手、サンダイヤ。ヒーローショーでは結局ローカルヒーローエンギオンはメタボで参加できませんでした。以上、中野経済新聞杉山がお伝えしました。